ウィス、ちょっと日をまたいているんですけれど、ちょっとねこいつ予想外の強さで、ちょっと正直先週は驚いてましたが、先週って言ってもこれ多分今続けて撮ってる手になってるんだろうけど、俺さ勝てるのかなこいつ。何引いたっけ。まずめっちゃノーマークだったわこいつ。なんか俺もうジムリーダーしか見てなかったからさ、3匹か、3匹のうちの最初のニューラにめちゃくちゃ手こずってんのか俺は。はあ、実際俺と虫キングとニューラどっちが早いんだろう。まず虫食いがどんぐらい食らうか。これ一発で落とせるんだったら全然いいよね。あ、一発じゃ落ちないんだ。あ、でもそういうわけのわからないことしてきてくれるんだったら全然。おっと、まあまあまあそれはいいでしょう。全然スピードスター。あー、でこれで虫食いが入れば勝てるな。あー、ちょっとやばいんじゃない、これレイパンが飛んできたらやばいんじゃない。出た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 。あ、めっちゃ食らうな。これとりあえずさ虫食いで倒してもらわないと。あー、なるほどね。オッケーオッケー、まあ、要は虫食いに発や、虫食いが2発入ればいいんだ。あれだね、いつしかのなんだ石すべてみたいな感じだな。おい、多分ねこいつおそらくさディフェンダーとか積みまくっても多分レイパンであんだけ食らうんだったら多分ね間に合わないんだよね回復が。だから要はねこの虫食いをね、おっとこれでレイパン一発でも当たったら死んじゃうぞ。はい、2連続がむしゃらでレイパンで、これ絶対落ちるよな。100落ちる。はい、お疲れ。まあ、とりあえず虫食い、おっと一発入った。まあ、これが急所に当たってくれればもう、おお、マジか、結構食らったけどそんな残っちゃうか。まあ乱数でそんぐらい残るみたいな感じなんだね。まあ、あとは何でも入れば。あー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 、でもう一発もう一発。あれ、おい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 、俺の虫キングのターンは、俺の虫キングのターンは、ダメじゃん。そもそもこいつがさ嫌な音を覚えてるっちゅうことはよ、あれなのよ、もうディフェンダーで積んだところで意味ないんだよな。まあ、かといってさこのエフェクトガードをさつけるにもさ、結局レイパン一発でさ3分の2食らっちゃうってことはさ、ぶっちゃけ間に合わないな。だからもうこの虫食いを2連続当ててもらうしかないんだな。もう一発目嫌な音でもう一発入るじゃん、一回回復するじゃん。3連続か、虫食いをスピードスター、虫食い頼む。おっしゃ、これでいってくれたら、よーしよーし、とりあえずニューラ突破した。さあ次は、あー、ダメだこいつは。こいつはダメだ。いや、だって全部の技が効かないよこれ。あー、まあ効くっちゃ効くけど等倍か。さらにこっちが嫌な音で1段階下げられてるんだよね。エフェクトガード、これ戻るわけじゃないもんな。あー、マジかー、これ、いやー、これもしかしたらあれかな、初手さエフェクトガードを積んでから虫食い打たなきゃダメかな。BGM めっちゃかっこいいな。どうしようこれ、怪しい風も等倍かな。これはこれで上げてもらうしかない。エアカッター、あぶねえ、ちょっと待って、あのさ、待って、このエアカッター一発でやられるんじゃないか俺は、もはや。なんで怪しい風ちゃんと打ってくれんだよ。超音波、おっと、いやー、ちょっとどうしようかこれ、回復させとこうか。なんか、変な技使ってこい、変な技。毒毒の牙。いや、変な技だけれども、やーべえ、こいつはやべえ、こいつはやべえ、ちょっと待ってくれ。ちょっと一旦回復させようか、一旦回復させようか。いや、マジか。どうしようこれ、勝てねえぞこれ。毒毒の木、そんぐらい効くじゃん。いやー、でいや、ダメだな、結局意味なかったな。回復してさ一発耐えるかな、毒毒の木は。これ一発耐えそう、耐えた、よしよしよし。まずこれに一発耐えると。なるほどね。で、防御力に今 2段階下げられてる状態でこんぐらい耐えると。了解、積もうかここで。積もうか、エアカッター、あ、よかった、エアカッター、あれだ、特攻技か、あれは。
なるほど。いやーちょっとさ、これきちいな。なんでってさ、エアカッターがバイクらう、あ、エアカッターバイクらっても大丈夫なのか。だから、あー、だからこれはさ、いやディフェンダー積むか。これディフェンダー6積みして、その、あ、うん、ディフェンダー6積みして多分9勝満タンの状態だったら9勝食らわないから、9勝食らっても大丈夫だから。危ねえ、あ、爆破した。まあ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 やば、びっくりした、びっくりした。ただ耐える、あ、耐えないかも。9勝だったら耐えない。回復させよう、回復させこうか、回復させて。びっくりした今。あ、でもこれ勝てるかも、ご用紙で。で、最後のポケモンがわかんねえんだよな、でも。送らないで、やめて。よしよしよし。あ、これご用紙でいけるかもしれないな。いや、やめろ。急所やめろ。危ない危ない危ない。回復しなきゃダメだ。回復しなきゃダメだ。いやー、積んでも、この次のポケモンがわかんないからな。いやー、怖え、毒怖え。いやー、なんか結構運いいぞ、結構運いいぞ。うわ、マジか、1残んのかよ。あ、危ない、怖い怖い、ちょっと待って、怖い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 、早くさせて。あとあんだけじゃん、独特の牙。あ、よし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 、おっと、やべ、急所が出たら終わる。危ねえ、だから回復しなきゃダメだ。やばい、回復がなくなる。いや、マジ回復がなくなっちゃう。やかった、危ねえ、危ねえ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 、今いろいろ奇跡が起きてる、いろいろ奇跡が起きてるのに、危ない、やばいやばい、ちょっと待ってや、尽きた力の根っこが。いやー、これ積みたいけど、ゆくゆくのことを考えたらここで節約したいんだよな。あんま使って、結構金有限なんだよなこれ。よし、56。闇カラス、闇カラス、こいつを出すというのかな。何、その闇カラスがそんなに強力なポケモンなの？どっちかってさっきのゴルバットの方が脅威に見える感じるけど、どうしたらいいかなこれ。回復し、あ、闇カラスだから多分攻撃技で来るよね。ちょ、ディフェンダー積んでもいいかもな、積んでみるか。ドリルくちばし、うわー、マジ。あー、ダメだ、ドリルくちばしは耐えないわ。いや、ドリルくちばしは耐えないから、これ前で積んでおかなきゃダメだわ、これは。だから、こいつはね、多分、出会い頭速攻で倒さないと、あー、やばいよ。それ以上避けられたらもう勝てないよ。もう勝てないよ。あー、終わった。くそ。いや、こうなったらダメなんだよな。だから、こいつはもう2発でとどめ刺すしかないな。いや、ダメだ、もう。もう、拉致が開かない。もう、拉致が開きません。もうダメだ。この虫食いでとどめ刺すしかない。おい、あー、終わったわ。まあ、いやー、それ耐えないわ。あ、ダメだ。あー、いやー、これはもうダメだ。こいつは勝てねえ、もうだ。いやー、無理だ。だってこいつを超えたとしても、その3番目の闇カラスのドリルくちばしに耐えられる気がしない。いやー、こいつはちょっと厳しいわ。ちょっと、なんか考えます。ちょっと、なんか考えますんで。ちょっと皆さん、少々お待ちください、皆さん。なんとか考えて戻ってきますので。すいません。では、また。
いつともアッキーです。ですね、今回というかちょっとね日を分けて撮ってるんですけれど、ちょっとですねこの赤木さんに勝てないなってちょっと思っちゃいまして、今まで僕がちょっと無視してきたトレーナーが結構いるんですけれど、ちょっとそいつらを倒してレベル上げをしたいなって思っております。ただいま虫キングのレベルがレベル55のね、まあ、こんな感じなんですけれど、ちょっとどれぐらいレベル上げられるかわかんないけど、ちょっと打倒赤毛のためにレベル上げ行ってきます。皆さん長らくお待たせいたしました。ですね、虫キングのレベルが65レベルまでになりました。確か始める前がレベル55だったから、2時間くらいかけてひたすらトレーナー、もう残ってるトレーナー倒しまくって65まで育てました。HP134、攻撃73、防御78、毒攻63、特防92、スペシャル116と、まあ、ここまでねやればね、さすがに勝てんじゃないか、もうこれ。しかも勝たせてくれ。もう結構ね、こいつを倒すためにすげえ時間食ってんだよ、今。やっと出てきたな、鍵。おい、今倒してやるから待ってろよ、お前。ニューラ。はっ、見てください、レベル差31だよ。これは勝てるだろう。もう虫食いワンパンで。いや、あー、でもそれでもワンパンじゃない？マジか、それ残んのか、お前。いけいけ、虫食い撃て。おいおい、虫食い、いい加減にしろ、お前。どんだけ食らってんだよ、お前。もうこれ耐えねえじゃねえかよ。マジか。うわー、嫌な音積まれたらそんな聞いちゃうんだ、俺のこのね。おい、2時間返してくれよ。これで虫食い当たんなかったら負けだね。あ、負けたわ、くっそ。おい、お前どんだけ弱いんだよ、ふざけるな。はい、というね、なんかちょっとね長い夢を見ていた気がするんだけど、まあ、とりあえずもうねレベルアップしたんで、多分こいつは一発で倒せるんじゃないかなって、はい、思っております。頼む、当ててくれよ。もう虫食い一発当てれば勝てんだから、こんなやつ。おい、頑張ってくれ、行け。おいおい、行け。おいおいおい。ねえ、もう見たよ、さっきも。もう見たよ、さっきも。ああ。という、なんかね、すっごい長い夢を見ていた気がするんだけど、なんかあんまよく思い出せねえから、とりあえずこいつは一発で倒すわ、俺が。うん。任した。ねえ。いやさ、もうさ、何パーの確率か知らないけどさ、当てようぜ。よし、これは勝った、これは勝った、さすがに。よっしゃ、よし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 、いいね。ゴルバットか、こいつなんか毒毒とか使ってくんだよな。怪しい風がどんぐらい効くかみたいな。エアカッターはまあそんな効かんでしょ、そうだよね。おい、どんだけ、お前さ、さっき全然虫食い打てなかったくせに今めっちゃ打つやん。あー、わ、でも急所当たってもこんな耐えるんだ。全然いいっすよ、それだったら。わね、すげえさ、なんだろう、もう5、なんだ、30か40人くらいトレーナー倒したんだけどさ、そのおかげで金がめちゃくちゃ溜まったから、もうしこたま回復買ってきたよ。だからもうね、回復が尽きることはまあないと思う。なんだろ、こいつは。ねえ、どうしたの、こいつ。反抗期かな。ねえ、頼んだぜ。まあ、それでもいいんだけどさ。あー、でも結構耐えるね。やばい、回復しなきゃ。回復しなきゃ。やばい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 。いやー、多分この調子だと、スピードスター2発かな。なんか耐えそうだね、一発は。一発は耐えそう。
おい頼む。おいなんでなんでだよ。おい急所当たってんじゃん。もうちょっと頼むから言うこと聞いてよ。もう勝てないんだよお前が言うこと聞かないと。言うこと聞けばぶっちゃけ55の段階でも勝てたんだよこいつには多分。言うこと聞いてくれ。あそれでもいい。あと1。いや耐えるっしょこれは。あと一発ちょっと微妙だけど。あーまあうーんまあここでねなんだっけ次ドリルくちばし野郎だっけ。まあそいつに使われるよりかは。あーやばいかなこれ怖いな。ちょっと回復しとこうか。急所当たったらもう怒り爆発よ私。はい。うわモーモーミルクとか俺50個ぐらいあったのにもう9個しかないの。すげえな。まあ頼む。怪しい風で全然怪しい風当たんないな。おいどんだけ虫食い撃つんだよ。じゃあもういいよ。じゃあもう虫食いやれよ。なんで普通に虫食い撃つんだよ。おいおかしいだろ。なんでだよ。なんで5回連続ぐらい怪しい風使わないくせに、なんで俺が虫食いって選択したら一発で虫食い撃つんだよ。おかしいだろおい。いや勝った。耐えるだろそれは。よし行け今度こそ行け。おーいふざけんなよ。頼め俺がいな撃ってくれー。おいもうダメだ。なんなの君は。おかしくなっちゃったのかな頭が。わかったわかったわかった。じゃあ虫食いって撃ったら虫食い撃つんでしょ。で怪しい風って言ったら虫食い撃つんでしょ。じゃあ間を取って間を取ってがむしゃらにしよう。なんでちゃんと言うこと聞くんだよお前。おいあモーモーミルクがなくなっちゃうよ。モーモーミルクがなくなっちゃうんだよ。ああ頼むもう頼む。よしよしあと一匹。やーべえ、でもこいつのドリルくちばし耐えるかな。いや耐えない気がする。なんか88だとは。ちょっとここでディフェンダー積んでみるか。積んだらさすがに一発は耐えるでしょ。一発は耐えるよね。おいもう勝てないんですけど。ここさこのゴルバットでさもうあれしちゃおっか。スペシャルアップ積みまくってちょっと威力上げよう。急所怖えんだよなこいつの。あー怖い。もう急所って何なんだろうマジで。考えたやつ誰だよ本当に。で単純にさ倍食らうってやばいよね。 1.5 倍とかなら全然わかるんだけど。会心の一撃的なね。あ半分効く。よしよしよし。あーやっと突破した。さあ問題は次だね。なぜかこいつの闇カラスのドリルクスバシが全部急所に当たるんだけど、何なんだろうね。そういう特性を持ってるのかな。ただこいつのドリルクスバシが半分以上効くんだったらもう勝ち目ないんだけど。あよし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 。あ結構効くな。あ2発、あー3発耐えらんないね。学習か。おーこれ勝てそう。ただ相手まだあれか傷薬使ってないから使ってきそうだね次ね。よしスピードスターの方が効くかも。いやーダメだ怖い。3発耐えない。2発が2発が限界。てかマジさこんだけレベル差あってさ
ディフェンダーも積んでさ、ドリルくちばし三角ってやばいだろこれ。うおい、なおかつこっちのさスペシャルアップ2回積んださスピードスターがさあんだけしか効いてないって、いやマジやべえ本当に。36いけ。いやなんかささっきからこいつすげえなんか命令無視するとガムシャラバック打つんだよな。虫食いでいいんだけど、44くらいなのか。あ、なんかめっちゃ効いたな。あ、90から40、48も効いたな。いやマジか、強すぎこの闇から強すぎ。レベル差29でこんな強えの。なんで俺が間違えて怪しい風打った時はちゃんと打つ。もうあーあー俺の勝ちだやっと勝ったよ本当に。もう戦いたくないこいつとはマジでもう戦いたくない。本当にもう無理だってさ、俺こいつ倒すためにさ全国のトレーナーをぶっ倒しまくってさ、やっとレベル10上げてさ、何回もうやだ、もうやだ、もうやだもう無理はい、というわけで虫キング見事赤木倒しました。もうこいつはね生意気な性格してますわ本当に。あ、疲れた。はい、もういい、喋ることない。お疲れさまでした。また会いましょう。さよなら。